でこういう形で3つですね、穴が開きました。じゃあ相方の方も開けてあげましょう。はい、で、板はぎや、まあ他、まあ、いろいろビスケットを使う時の注意点なんですけど、ここに持ち手があります。結構皆さんここを持ってこういう風に、まあね、ついてたらどうしてもやりたくなるんですけれども、これはまあ移動用、持って移動する時の、まあ、ただの持ち手だと思ってください。こうじゃなくてきちんとお尻を持ってまっすぐ前に刺してやるというのが大事になります。でガツンと掘れたら掘れた感触があるのですぐ持ち上げたくなるんですけれども、その状態ではまだ材料の中に刃が食い込んでます。その状態で上げると、まあ、危ないですね。危ないですし加工の精度にも影響してくるので、入れて掘れたらそのまま下げる。一応中にバネがあってこういうふうに自動的に下がるようになってます。なんですけれどもきちんとこういうふうに自分で、出てきたのを確認してから抜いてやるというのが大事になります。これすごい加工に影響しますので大事なところですね。はい、じゃあ1回、これでやってみましょう。で、スイッチはここにスライド式のスイッチがあります。これを前に合わせてやるとスライドしてやると、前の方でロックがかかってそのまま回ってくれます。で、切るときはそれを下げるというような形になりますね。掘るときにはもうほとんど片手で操縦する形になります。はい、じゃあ電源を入れて、実際についてみましょう。はい、これが基本ですね。はい、じゃあ右手の動かし方は見てもらったんですけども、左手は何をしているのと言ったら、左手はここで材料とこのガイドですねを密着させてます。こういうふうに、押さえてください。まあちょっとね、音が怖かったりしてこういうふうに軽く押さえる方もいらっしゃるんですけど、そうするとこういうふうに斜めに穴が開いてしまうことになります。なので、この小手というか何ですかね、手のひらのこの親指の付け根でもうがっつりこういうふうに押さえてあげます。でこの時に刃っていうのはこの金属部分より下に出てきますんで安全です。基本はグッと押さえていれば安全です。なのでこの状態で材料と密着してきちんともう右手を離してもここビスケットジョインターが自立する、動かないという状態まで、押さえてあげた上で加工していきます。ではこのままやっていきます。はい、こういう形ですね。で、あとは、もう一つ気をつけることは材料の厚みです。で、結構ごっつい分厚い板をにビスケットで穴を開けるときは、まあ、あんまり影響しないんですけれども、今回みたいにちょっと薄い板をやるとき、テーブルの中央でこうやろうとすると、そもそもがこのビスケットの機械のこの一番下のベースがついてしまって材料と届きません。この状態でこういうふうに合わせてやったとしても、ここのガイドフェンス自体が密着していないので斜めに穴が開いてしまいます。なのでこういう薄い板っていうのを、やるときっていうのはテーブルの端まで持ってきて、で、こういう形できちんと、このガイドフェンスが、密着する形にしてあげてください。これ結構、ミスが多いところなんで、よく注意してください。まあこうテーブルの端だとなかなか不安定でやりづらいというのもあるんですけれども、この中央でやってしまうとその厚みを、拾ってしまって、このテーブルの、面を拾ってしまってですね、うまく加工できない時があります。ということでこういうふうに端っこで加工していきましょう。ではですね、穴が開きましたので、ちょっとビスケットを実際に入れてみようと思います。でここの中によくクズがたまるのでそれを一応何かこう取っておいてください。でここにチップを入れ込んでいきます。こういう形ですね。 1,2,3 はい、これで入りました。でこの状態で合わせるとこういう形でしっかり強度も出ますよと。あとこの板がずれるっていうことがなくなるということですね。で、まあ、そのビスケットの考え方なんですけれども、まあ、一つは、板を剥ぐときにずれ
ずれづらくする、まあ、やっぱり多少どれだけあっても段差っていうのはできる時があるんですけれども、その段差がほとんど、まあ、なくなります、はい、っていう、ずれ防止の役割が一つで、もう一つはこれビスケットブナの圧縮剤、圧縮しているということは中でボンドをいざつけた時に、接着、実際にくっつける時にはボンドをつけます。その時にこれがそのボンドの水分を、含んで膨らんでくれます。そうすると中でぴったりと押し当ててくれて、なんというんでしょう、雇いざねですね、雇いざねの考え方になります。雇いざねって何かというと、ざねっていうのはあのフローリングのデコボコの、あのオスとメスのことですね、の役割をしてくれるので、より、まあボンドだけよりも、頑丈に、取り付くというような形になります。で、まあ、これ諸説あるんですけれども、まあ、ビスケットを入れるよりも、芋はぎという、まあ、ボンドだけでくっつけた方が全然強くなるよっていう説もあります。なんですけれども、僕らのまあ教室では、まあ、一応強度が出るものとして、一応考えてもらってます。はい、まあ、その2つですね、強度を増すっていうのとずれづらくするっていうことで、このビスケットを多用します。でこのビスケットを、でやることによって、そのビスを使わなくても、いける、綺麗に見せられるっていうことがあるので、まあ、ビスケットジョインター、まあ、もし、ちょっと高いものですけれども、購入の目安にしてもらえればなというふうに思います。